イグニス、グラデオ一人。さてこのシーンね、プロムトはもうね、グラディオが一人でやってきたってだけでもうこの時点でもうアーデンだと分かったわ。絶好のチャンスかな。そんなこと言わないし。アーデン、一つ提案なんだけど、ここでみんな一緒、それとも君が俺と一緒、どっちがいい？さあここだ。共に行くという選択肢か。本編にタイムパラドックスが起きてしまうかもしれないけど、共に行っちゃいます。あ、でもこれで視力は失うことないかも。祭壇にたどり着いたイグニスを帝国軍が取り囲む。ノクティスを守るためにイグニスは苦渋の決断の末に帝国の宰相アーデンの要求に応じるのであった。どうなっちゃう。ここどこだと思う？ジグナタス要塞、君たちから奪ったクリスタルが置いてある場所。知りたいんでしょ、俺が何者なのか。気の済むまで探ってみなよ。話が本当ならば、ここは帝都グラレア、なぜ俺も。目的は何だ。さて分岐ルートに来たら、イグニスたった一人でジグナタス要塞に連れてこられてしまった。今歩くことしかできないね。メガネどっか行っちゃったし。どうなんだろう、本編と辻褄が合うように終わるのかな。マップ、ああ、ジグナタス要塞。汚れた身上に成績に拒まれる、大いにつくことなく葬られた哀れな。黄昏を喰らい、闇をまとい、暁を染めに、いつしか不死となりて、王家の復讐を果たさんがため、世界を闇で覆わんとしている。戦績、星の魂の前に、真の王が光の力を得るための溶乱、神が、人が、闇に抗いながらも真の王の誕生を待ちわびる。真の王の使命を果たし、星の闇を払う。その時は真の王、ノクタのこと。ちょっとしたアーデンの昔話が聞けるのか。これ登れない。おっと、一応エンディングを迎えたから、武器が変えれない。通すか。あ、こいつには非属性だ。
なんだよ、共に来たのはいいけど、結局モンスター差し出してくんのかよ。こいつは動かないよな。あ、もう一体いる。こちらには何もない。ここ、こんなに物たくさんあったっけな。なかった気がすんだけど。どうしよう、こんなところに。あ、いたいたいた。アーデン、追ってみるか。おう、ちょっとその前に、まあ大したものは落ちてないんだけど、アイテム回収はきっちり。なんもないかも。あ、クリスタルルームだ。すべての力が指輪に集まりしとき、真の王の力は完成する。星の闇を払う、ただ一つの力、その光を帯し指輪こそ真の王たる少佐。歴代の王の剣と聖石の魔法、指輪に蓄えられた力は六神をも超越する。その力は真の王を依代として写し代に発現し、闇を払い、星に夜明けをもたらすだろう。まだノクトがいるわけないよな。ノクトへの執着もそのせいか。まあ間違いではないんだけど、そんな単純な話じゃないんだよね。俺の名前、正式にはアーデン・ルシス・チェラムっていう。ルシス・チェラム。そう、実の弟に殺されたルシス王になるはずだ。今度かな、陛下って呼んでもらおうか。偽りの王に使える気などない。あ、そう、じゃあさようなら。うい、この状態で戦うのか。本気でやって。待って、アイテムない。こんな無理だ。
俺の望みはクリスタルの力を得て真の王になったノクティス、オンリサコト。でもあの子頼りないだろう。だからもっと試練を与えないと。あ？俺にとっては世界などどうでもいい。それ君が持ってたの。ノクトが犠牲になる未来など絶対に認めない。そんな運命は俺が断ち切る。君に使いこなせるわけないだろう。アーデンを倒す。視力はどの道失ってしまうんだ。もしかしてだけど、これノクト生存ルートだったりする。強い。ここでアーデンを倒してしまえば、痛いな、相変わらず。めっちゃカメラ目線。もう指輪つけてしまえばある程度の人ならみんな最強になってしまうのか。ダメだったのはあのレイブスと映画に登場した王の剣の誰かだったけど。消えるな、アーデン。そんなじゃ俺に勝てないよ。ほら、サーチアイ。あ、かわされた。いや、8倍超えてる。待って、一旦回復して。カウンター。すげえ、イグニスがノクト以上に主人公してる。何？待って、死ぬ。倒せはしないのか、また。待って、ここでも選択肢。戦うでしょ。おっと、今のはちょっと他の選択肢も気になるな。力が戻った。だけどこれはもうニックスと同じパターンだな。よし、効いてる。
して10倍になってる。くらえ。なーん、残像。よし、今だ。なかなか当たんないな、ハイジャンプ。当たんない。当たったか。回復。おっと、何それ。倒しきれるのか。じゃあ、おお、そういえば実の弟って言ってたけど、アーデン弟いるの？誰？レギスではないよな。だって結構昔の人のはずだよな、アーデンって。よし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 。殿下が陛下になってやってもいいぞ。もう立ち合い。めっちゃ燃え下がってる。おい、おっと、再び切れたぞ。いた。どうする？そんな何度も何度ももらえるもんか。さっきこれを選んだけどさ、こっちはもっとすげえんじゃね？ってことはこれもっとパワー出るでしょ。あ、いやでも命差し出さなくても戦える程度ではあったから。もうほとんど燃えてるけど、あー強くなってる。やべえこれ。ちょっと命は出さなくてもよかったかもしんない。あまりに強い。おい、で、すごいダメージブーストが10倍を超えてた今。廃人になってる。そんなんじゃ俺に勝てないよ。おい、これに耐えるアーデンもなかなかだけど、というか時間制限が出てる。やんないと早いとこ。これはどうだ。おわっ、まずい。きついな。アーデン強すぎだろ。よし、ていうか全ての武器が弱体化されちゃうな。
間に合うかな。頼むから死んでくれ。うわ、つえ。厳しいな。あっかん。ジャンプ攻撃しよう。あと1分半か。これジャンプでいこう。よし、効いてる。ジャンプ効いてる。ジャンプ効いてる。お前一撃が強いんじゃ。ジャンプ。ああ、当たってない。うわ、あと50秒。どうさ、もういけるぞ。お、倒してしまった。S、もう一つの可能性、これはもしやノクトが。俺の復讐は真のノクティスを殺すまで。レイヴスが力になってくれたんだ。一人で無茶しやがってバカ野郎。こんなのって俺のせいだ。俺が弱いから。なんで俺なんだって、なんで俺ばっかりって。自分がどうしたいのかも分かんねえのに、お前らを付き合わせてた。失いたくない。力を貸してくれ。大切な仲間を守れる力を。
王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。やっとここまで来られたか。ああ、プロンプト、グラディオ、エグニス、この10年、今日この時のために準備をしてきた。みんなで決着をつけよう。俺たちは常に胸を張って生きる。
マジで？禁句かもしんないけどさ、本編のエンディング絶対こっちの方がいいだろ。全然こっちの方がいいでしょ。だって失明もしてないしさ、王にもなれてるしさ、まあルーナはいないけど、本編ってさ、だってアーデンがね、王族をもうね、根っから絶滅させたいっていう願いが実際は叶っちゃってるから。だけどこれなら王の血族切れることないし。おお、これ本編のエンディングにして、めっちゃ本編のエンディングにして、あ、でもとりあえず、まあ、もう一つの可能性だからね、こっちを本物のエンドにすることはできないけど、いや、よかった。いや、ああいうエンディング一回見たかったから、よかった。はい、というわけで、シーズンパスに含まれていた DLC は、一応これが最後なんで、主人公一行のメンバーの DLC ストーリーは今回で、一応終わりにしたいと思います。もしかしたらこれから何か、また別の DLC が出るかもしんないけど、それじゃあエピソードイグニスは今回こんなところまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。